どなたの写真ですか、これ。それ、菊谷さんが、亡くなる前の4ヶ月ぐらい前に、吉本さん撮った写真なんだよ。これ前週に使われてますね、前週の帯に。あ、そうです。同じ写真が。あ、そうですか。今回は違ってますけどね、はい、2回この写真ですね。あ、違う。ちょっと違うでしょ、ね、うん、多分菊谷さん、他に出してないと思う。あ、失礼しました、着てるものが違う、表情はほとんどん出したけど、失礼しました。え、この滞留者って菊谷のとこですか。いや、菊谷さんのとこに、俺金がないから、菊谷さんのとこに作れないんだって言ったら滞留者に持ち込んでくれて、それで4年論を出したところですよね。あの最後に星座さんとの対談集だからね、ちゃんと出してるんで、失礼しました、いつか間違えました。はい、どうぞ。やるどこからでしたっけ。45ですね。220ページのですね、45からです。四角の時間数から。あ、本当。そうです。前回はそのままにです。ほら、もう初期条件になってきて。あ、そうですか、うん、そうです。何か言ったら忘れちゃったの。この了解のその最初のところの方なんですけど、やっぱりちょっと、まあ、基本的には何をやってるのかっていうところなんですが、我々が普通認識っていうふうに言ってるようなことを、その了解っていう形の、視座から何て言いますか、別な言い方をすると認識という概念を解体して、それで了解という形で、物事を見ていくという、そういう、ことをしてるんだというふうに、僕は理解をします。で、まあ関係づけが空間的だというと、了解はいわゆるある意味で時間性ということで、やってるわけですけど、その了解のところの最初のところは、いわゆる感覚の次元から了解って問題をつかみ取ろうということですよね。で、それがこの視覚の時間性と、それから聴覚の時間性っていう、この2つのところになってるんですけども、でこの時次の了解の初期条件と同じなんですが、いわゆる未開人というふうに言われている状態と、それから現代狂気あるいは異常というふうに言われているあり方とですね、でそこを突き合わせていくという作業がここでなされていっています。で、まあ、いわゆる人類学的にレヴィ＝ヴィルールの未開社会の死っていう、まあ、これが日本だけじゃなくて世界的にもかなり一般化してるといいますか、浸透してるものですけども、その時にここで最初に取り上げてるその例として、北アメリカの原住民が、たった一度ある場所に行ったことさえあれば、彼はそれで心の中に十分正確な心象を保持し、しかもそれは決して失われることはないと。森がどんなに広大で未だ通ったことのないものであっても、彼らは一度方角を確定すれば迷うことなく横切ることができるというですね。でこういう未開人が持っている非常に一つの能力なわけですけど、でそれからもう一つそこで挙げてるのは、オーストラリアの原住民がある場所を人が通ったかどうかを見分ける実に驚くべき力を持っていると。
ということですね。その向き、足跡を見出して、その向き方、足の輪郭、その足の開き具合などで、その足型からいろんなことを理解していくと。でさらにそのバカイリ族の男ですけども、曲がりか全ての曲がり場所を記憶していたばかりではなく、ある場所に行くまでに 2,3 の曲がり場所があったかどうか尋ねた時にもちゃんとそれに答えられたと。つまり地図を頭の中にしまい込んでいたというですね。でこういうあの未開人が持ってる能力で、これはまあ、我々はよくあの西部劇でインディアンがを石膏にしてですね、そしてあの白人がインディアンのガイドに基づいて荒野を行くっていうの局面がいろいろありますけども、こうしたそのブリルが未開人たちがその地形感と方向感とに対して驚異的な記憶を必ずこの論理以前という言い方をするわけで、ブリュールは論理以前の真理にとって記憶はほとんど排他的に極めて複合的な表象で、これらの表象は普遍の順序で相連続しているということを成し得ていると。つまり論理以前に、この場合は記憶という言い方をしてますけれども、論理以前にある種の組み立てができているんだということですね。それで、でこれがさらに何て言いますか、年を取ると劣化してくるというふうにも言われていて、その理由は2つあって、青春期は青春前期は大人や老人たちに比べて頭脳の働きが活発であること、大人や老人たちは記憶力を理解力に変えてしまっていることに記されている、そういう事実解釈としてそれをやってしまうと。だけどとりあえずブルールがですね、ここで挙げている例は要するに視覚の時間性の起源というべき状態の理解がここに設定されているというふうに吉本さんは捉えたいと、いわゆる事実解釈ということではなくて視覚の時間性の起源という状態がここにあるんじゃないかと、こういう言い方をしています。でいわゆるその地形を見てるわけで、あるいは地形や山や海や川の起伏と流れやその間に残った事象を目で触れているというふうに言ってもいいと。で、現在見ると言ってる知覚作用は、我々が見ると言ってる知覚作用はですね、目が対象物からの光線を網膜上に移して映された結晶の刺激を脳が了解する作用を指している。やったんじゃないの？やってません。やってないね。何を何ですか。まあ今こう読みながら入ってます。すみません。でつまり、我々が視覚という形で知覚しているものは、今言ったように網膜上に映したものを映された形状を脳が刺激として了解すると、こういうふうに理解すると。でところがこういった了解の水準は現在的な概念の水準と同時のところにあると見なされるっていうふうな言い方をしてるんですが、短い草だとか硬い土だとか石の上の足跡やその輪郭は私たちの目もまた未開人と同じような形状や明暗や凸凹や輪郭で網膜に映っていることを疑うことはできないだろうと。これは目の生理的な構造の問題だと。でそれから人間的な視の同一性と無視できる際しか考えられないからだっていう形でつまりある視覚のその知覚的な部分、そこは要するに目の生理的な構造として未開人も現代人も変わりはないだろうと。なのになぜ未開人は驚異的な地形感や方向感を持って、我々はそれが鈍麻して鈍くなっているのか。でブリルはこれを記憶という概念の深さ浅さ、記
記憶が深い、しっかりしてしてないという、そういうふうに言い方してるけども、どうも記憶という概念ではこれは説明できないだろうということです。で、多分私たちはミカ人に比べて多様な概念の層を重ねながら対象物を見ていると。だから短い草という時、ミカ人たちは現にそこに目の前に映っている短いこれこれの形をした緑色をした草自体を見ている。で、これにある別種の概念を付与していたとしても、この草は何々の場所にもあるというような、そこに付与される概念は単純で強力だと。で、つまりそのミカ人たちが短いと言った時に、そこに付与されている概念が非常に単純でかつ強力であるという、こういう言い方ですね。ところが私たちは同じ短い草を網膜に移したとしても多様な概念を付与してしまっていて、この草は何々という名の草で何かに属し、本当は白い花をつけ、この根は何々に役立つなど、さまざまな概念の層を同じ短い草に付与してしまっている。で、視覚に映している同一の対象物に対して付与している概念の層と水準の多様性と相違が考えられる未開人と私たちの見える視覚作用との違いなんだと、こういう言い方をしています。ですから、まあ、単純に言うと未開人はその付与する概念は非常に単純で強力で、しかし現代人は非常に複雑で多様な概念をそこに込めてしまう。で、これがつまり付与している概念の層と水準の多様性と相違がその未開人と我々との違いだという言い方です。で、こうした概念付与の過程は一瞬のうちに一挙に行われていると。そのためにその概念的な付与の過程は自覚的である場合も自覚なしの場合もあるだろう。で、これを網膜上に映った同一の対象物の短い草であるという概念の周辺に付与される諸概念の多様さと水準を了解作用というふうに名付けるとすれば、この了解作用が時間線に他ならない。で、この事態を単純化して言えば、未開人たちと私たちの間では同一の対象物に対しても了解作用の時間線の水準と構造は異なっているんだ。私たちは多分に複雑した概念を対象物に与えて対象物を了解しているという、こういう識別の仕方をしていきます。で、これがいわゆる感覚論、感覚的なものを認識的な了解に位置づける時の吉本さんの了解論の位置づけということですね。で、ちょっともう一度繰り返しますけど、同一の対象物に対して了解作用の時間性の水準と構造が異なっているという、ここのところになります。じゃあこの水準と構造はどういうものなのかということは、これから先に了解の水準だとか了解の層だとかっていう形で解き明かされていくと。で、とりあえずここでは了解作用の時間性の水準と構造が異なっているんだという、そういう見方をここで導入しましょうということです。ですから同じものを見ても、その概念のその順序であるとか方向づけというのが未開人と現代人では違ってくると。ですから形像の順序よりも形像に付与した諸概念の重さが超えられてしまう度合いは、その報告者の方が未開人よりも大きくならざるを得なかった地形や方向を刻みつける程度が、要するに報告者はぐちゃぐちゃやってるけど、未開人は単純明快にその継承の順番を押さえているということですね。で、これは現代人でもよく記憶 の、 なんて言いますか、コンペティションというか競争力をやった時に、非常に記憶力のいい人といいますか、それはなんか場所を設定して場所の順序でざーっとものを記憶していくっていう作業をやってますけど、それと同じことで、いわゆるここのところはとりあえず未開人と現代人という言い方をしてますけども、その概念付与の、まあ、いわゆる単純さか複雑さかみたいなことですよね。
で、そしてこの問題をその了解の時間性の度合いがその見るという知覚作用に感性を与える概念付与の水準と多様性の相違にあるという考えを我々はその了解の時間性として取りたいと。もう一度言うとこの下の段ですけど、見るという知覚作用に感性を与える、そこに概念付与の水準と多様性の相違がそこに出てくるということです。で、極端化すると未開人たちの了解の時間性は視覚がたどった形像の順序そのものの了解である。それに対して報告者たちの了解の時間性はたどった形像の順序に与えた諸概念の現在的な水準と多様性に基づいてしまっている。で、ここで私たちは視覚作用を、一般には知覚作用ですけども、完結させる了解とは時間性そのものであるという概念とともに、この時間性の度合いは現在に到達する過去という時間的敷地の度合いに依存するという考えを得ることになるという。で、そしてこの場合に未開人の視覚における了解の時間性はただ短い草、次に石、次に足跡、次に森といった形物の順序の意識そのものである。順序を了解することが時間性の了解であるんだということですね。で、そうするとその順序、我々はその順序というものを刻むというよりもむしろ余計ないろんな概念をそこに付与してしまうんだと。で、了解を時間性として意識したものを意味しているし、あくまで動物よりも機能的には衰弱しているかもしれない、目によってさえ時間をなぞり上げようとすると物質を獲得しているという現在性を捨てることはできないという、こういう方になっています。で、ここで何て言いますか、正しいとかどうとかっていうことじゃなくて、ちょっと吉本さんは視覚というものを知覚作用の典型だというふうに挙げて、そしてその視覚の中において了解作用という時間性の水準と構造がそこで、異なったものとして登場してきてると。で、その時に同時にこれはそのまま保留しておくしかないんですけども、この時間性の度合いが現在に到達する過去という時間的敷地の度合いに依存するというですね、この問題が引っかかっています。で、この時間性の度合いが現在に到達する過去という時間的敷地の度合いに依存するという、ここのところが実はですね、歴史性の歴史認識の基本的なところに引っかかっているということになります。で、僕は了解論は歴史論だよっていう言い方をいつもしてると思いますけども、実はこの了解の非常にこう初期的な知覚的感覚的な設定のところに、いわゆる認識論的な次元で出てくる歴史認識とは違う歴史というものをどう捉えるかという根本的な問題がそこで逆者されているということになるんです。で、この問題をちゃんと踏まえていかないと、いわゆるヘーゲル的な自然時間があって発展段階で文明の時間になるという、この発展図式がそこに入り込んじゃうということになるんですね。ですから、この時間性の度合いっていう問題はよくわかりませんけども、この現在に到達する過去という時間的敷地の度合いというですね、この尺度をちょっと基本的に、ずっとキープして、持って、くださいと、こういうところがここになります。ということですね。で、このところは厳密にやっていくと概念論、つまりヘーゲルの概念論の、つまりここで言ってる概念って一体何だとかですね、そのいろんな問題がこう出てきちゃって、じゃあ時間概念は、この時間概念っていうのは何だ、単純な順番のこと言ってるのかとか、いろんな問題が出てきちゃうんですけども、そこのところはとりあえずまず置いといて、とりあえず了解作用の時間性の水準と構造が異なってるっていう問題と、そこには概念付与っていうのが
入ってきてるぞということと、それから時間性の度合い、ここで言ってる時間性の度合いっていうのは現在に到達する過去という時間的敷地の度合いに依存するんだという、ここをとりあえず踏まえて先へ行きましょう、了解論の解明に行きましょうというそういう位置づけになります。敷地の度合いってどういうことですか。だからわかんない要するに過去から今に至ってるっていう話とは違うじゃないっていうことそれ、ね、だからこの時間的敷地の度合いということが今度了解の水準だとか了解の層だとか了解の後に全部ここは解明されてくる、はい、この時点ではわからない。でそれはちょっと歴史という概念の捕まえ方に引っかかってくるということは、ここの了解論のポイントだということ。ここでいいですね、はい、よくわからずに聞いてるんですけども、西洋 の、 その哲学者だとか思想家が、まあ、知覚っていうことをものすごく大事にしてる人がたくさんいると思うんですが、吉本のここのようにね、その知覚 の、 その水準と構造が、未開人と現代人は違うんだみたいな捉え方をしてる人っているんですかっていうか、私の感じだと現代人のことについてだけこう知覚論がやってるように思うんですが、まあ、ブリュルは記憶力の問題でしたんですが、他に そういう、了解の水準が違うんだみたいな、哲学だとか思想っていうのはあるっちゃあるんですか。ちょっとすごい僕一般的な言い方しか言えないんですけど、うんうん、あると思いますけどね。ああそうなんですか、ただそれが認識なり哲学の体系としてちゃんと組み上がってるかどうかっていうのは別にして、うんうん、だから大雑把に言っちゃうと、そのなんだっけ、そのフーコーが言ってるその類似のね、うん、体系から表象の体系に移って、うんうん、そして近代人間の認識の体系に移るっていう、うんうんうん、そのそれぞれの時代の中における、うん、なんていうのかな、うん、そういう知覚だとかね、うん、その原子だとか、うん、そういうようなものを入れ込むっていう作業は、うん、あったと思いますけどね。だからその位置づけがいろいろ違ってくるんだと思いますけどね。そこら辺はもうなんか膨大な文献の中の世界でないとも言えないし、うん、ネルロ・ポンティが狙われているその近くみたいなのは、それはもう現代人についての近く、現代人についての近くしかやってないっていう、でだから別な言い方をすると、その人類学的な形で言ってる論者も現代人のことしか言ってない、うん、ただフーコーは、少なくともフーコーは違うよと今の話。いやフーコーは、たかだかその類似の時代と表象の時代のところを掴んだだけ、でそれがさらに拡大されてギリシャのところまで行きますけども、それは僕はものすごく曖昧だと思うんですけど、ものすごくアバウトだと思う、千年の幅まで持っちゃいましたからね、千年の幅、あれは歴史的にはもうちょっとそう見れないですよ。ただ表彰に対してはものすごい厳密ですよ、うん、ここで認識っていう言葉を使わないというのは何かやっぱり意味がある。いやもう西洋的な認識論の解体ですよ、もう決定的に。やはりその認識という言葉自体に結構問題があるという、もう全部もう何ていうのかな、別な言い方をするとマルクシー的な形で集約されていってしまうような認識論へのもう、つまり西洋的な形の認識論へのもアンチですよね。認識って言った瞬間にもうこの吉本さん的に言うと了解関係づけが全部すっ飛んでる。もう歴史認識って言った瞬間にもう歴史じゃないっていうことを言いたいんですよね。これはプラチックとプラクシスみたいな感じもありますかね。いや僕は吉本さんというのはプラチックのやってるというふうに理解しますからね。だから別の言い方すると認識っていう領域が成立してくるのはフーコーのその表象の時代の
死後と術後とコプラっていうランガージが登場した時なんですよ。 A is B ってなった時の A と B が同じであるっていう、それがいわゆる認識が登場してくる、つまり思考することが言語として登場した基本なんですよね。ところが日本語に A is B ってはならない、そんな日本語はないもん。日本語はもう B であるとしかないんですよ。すると日本のロジックの中で思考っていうのが成立してるのかしてないのかっていう、そういう問題まで実は出てる。それをとりあえず僕は術語的思考っていう言い方をするとしか言いようがない。でそうすると術語的思考っていう思考形態を要するにまさに論理的に徹底的にやったのが西田喜太郎と吉本龍明とこの2人だけです。あと日本人誰もできない。広松なんてめちゃくちゃ、和辻哲郎ももっとめちゃくちゃでこんな簡単なことがなんで気づかなかったっていうぐらいひどい。そうすると見えてるものが違うっていう話、もう全然違ってくる。でだから日本語の ロジックに基づいて吉本さんの論理は全部成立するんですよ。だから別の言い方すると吉本論理論の論理を持って西洋認識論をひっくり返すことは絶対可能。そこまでの労力は今僕にはないけど、これはいずれなさりますよ。だってこれ術語論理が成り立ってる。じゃなければこんな言い方は絶対できない。西洋人が見たら何でこの曖昧な規定性ということしかないですよ。だってこの時間性の度合いは現在に到達する過去という時間性の度合いに依存すると、ここに A イコール B がないんだからね。なんか A is B という思考で言うと何だって分かんない。なってない。でも術語的にあれば分かるわけ。いや、それが今、僕はめちゃくちゃ格闘してる。本当に分かんない。質問なんですけどね。45で一旦止まったので、ええ一応本来は46まで質問した方がいいんですが、そちらって今45止まっているのであらかじめ質問しておきたいんですね、うん、それはどういうことかというと、非常に矢野さん優れた解釈を示しているので、それを言った上で言ったんですけど、知覚作用をいわば知覚見るっていうね、その作用を知覚作用の一般モデルとして捉えた、うん、要するに言ってると確かにそう言ってるので、そこはその読んだ上でちょっと質問をしたて言ったんですけどね、ちょっと読みますね。222ページの下段の第3パラグラフちょっと読みますね。ここで私たちは視覚作用を、一般には知覚作用を完結させる了解とは時間性そのものであるという概念とともに、この時間性の度合いが現在に到達する過去という時間的知識の度合いに要する概念となるという、まあここに述べられているように、視覚見るという作用をやっぱり知覚作用の一般までを通っている。で、これはこのパラグだ、この45だけに限定すれば、視覚の時間性の起源との関連で構成されていると。それは221ページの上のパラグラフの上の段の第2パラグラフの一番後ろから2行目。こうですね、視覚の時間性の起源というべき状態の理解に役立つように思われるということで、視覚の時間性の起源、すなわちこれは知覚の時間性の起源と考えられている。そうするとですよ、実は問題はその前の43との関係になってくるんですけど、43との関係、43との関係というのはどこかというと、ページ217ページの第2パラグラフ、上下下の下段の第2パラグラフ、ちょっと読みますね。一応2行だけ、読みます。知覚においては対象は感官に関係づかれてすぐに知覚水準において、了解される。一応ここに一応読んでおります。一応でここの43というのは了解の時間性を論ずるときに
まず最初に知覚を論じて、次に認識、次の218ページで認識を論じて、そして次に、あ、ごめんなさい、感情でした、すみません。知覚を論じて、感情を論じて、認識を論じるという形で、いわば了解の最も高次な層として認識を考えるという、そういう構成になっているんですけど。というふうにしないようにしてるんです。あ、そうですか。まあ、じゃあそこはちょっとご利用ということでね。でそうすると一番最初の問題は何かというと、ここで知覚においては対象が感化に関係するすぐに知覚するんで了解されるっていうのは、これはすでにこう時間性ですから、これ自体が。そうするとここにおける知覚における時間性の、ね、概念構成の仕方と、この45における知覚、すなわち知覚の一般モデルとしての知覚の時間性の起源、より正確に言えば知覚の時間性の起源における先ほど読んだ部分ですね、うん、との関係、こういったどう考えればいいかという問題をちょっと定義してみたい。いや、関係ではなくて、だから暗黙のうちに、そういうその感覚なり感情なり認識みたいなね、理性みたいな、そういう識別の仕方を可能な限り外してるわけですよ。はい。で、外してただ了解の時間性というそこだけのカテゴリーを引っ張り出そうっていうふうにやってるだけなんだよね。だから別な言い方すると、了解の時間性っていうのは感覚の問題にも感情の問題にも認識の問題にも全部引っかかってくるんですよ。そうか。じゃあちょっと限定しますね、うん、限定して質問したら分かりやすいので、うん、この43において 最初読んだ部分、43、ね、において217ページの2番目で読んだ部分というのはこうですよね。知覚においては対象は感官に、要するに知覚感に関係つけられてすぐに同時的にですよね、知覚するように了解されるという、ここで述べてるんだけど、この45では、45の220のところでは、こう言ってるんですよね、もう一回読むと。知覚作業を、一般には知覚作業を完結させる了解とはとなっていて、完結となってるんですよね。そうすると、非常に細かいっていうか、限定した質問なんですけど、最初はすぐに同時的に了解されるという、対象感化、知覚化に関係づけられた直ちに了解されるというのと、ここでは、ここではってなると45では完結させるというそういう部分が一つあってるんだけども、ここには少し微妙にずれているように思うので、いや、だから、うん、そういう厳密さの問題じゃないんですよ。厳密さ問題じゃない、うん、だからとりあえず吉本さんが設定したいことは、了解の作用というものが あるんだということの位置づけだけなのよ。でその問題はもうその西洋的な形での識別を全部外しましょうってことを、まあ、ある意味では言ってるんですよ。それから未開と現在文明っていう枠も外しましょう、感覚、感情、知覚とかそういうあれも外しましょうっつってんだよね。だからここでしつこく、この了解のなんかいわゆる初期的条件みたいなのをしつこくいじくりました、ね、でも別な言い方するともう知覚っていう概念もなくしたいんだと思うよ、僕。うん、そうすると、川があって野原があってなんか山があるっていう、こう順番で記憶してるっていうこと自体は、なんだろう、術語的認識に近いのかね、未開人のこういう、いや、あのね、術語的認識か主語的認識かっていうのは、なんだっけ、言語の本質的な了解の問題でしかないんですよ。だから主語的な認識っていうのは単純なんですよ。 A is B なの。
で術後的認識っていうのは証拠がないだけの話だ、うんうん、だから山があるって言った時に、あ それは、うん、いやいや、だその 山をどういうふうに見るか、死後的に見るのか、術後的に見るかの違いは当然出てくる。だから言えることは、言語表現にした時に、その死後的言語は私が山を、私が山を見るという。だから IC マウンテンとなる。だから術後的には山が見えたとなる。死後はない。でその時に体操との関係の取り方が全然違ってくる。はいはいはいじゃあ吉本さんのロジックはその術後的なロジックのそちらの側から組み立てようとしてる。分かりました。私の関係させるっていうことに関してはそこはトリビアな問題だっていうことで、無視で構わないと思います、うんうん、その上でなぜ私はそういうことにその関与したかっていうことは別のその外平行線の水準があったのでそこを問題すべきだったということに今話をしていてですね、うん、気づきました。それはどういうことかというと完結させるっていうことはトリビアの問題なんだけど、うん、ここで出されている非常に重要なそのここでっていうのは45で出されている重要なものはこうなんですよね。了解一応ここに限定しますね。我々といわゆる未開人というものがあって了解の時間性が異なっている。どう異なっているかというと、辿った形状の順序に与えた諸概念の水準と構造が違うと。辿った形状、辿った形状の順序に与えた諸概念の水準と構造が違う。それは我々と未開人が違うんだと述べていた。で、そうすると問題は、この未開人のいわば辿った形状の順序に与えた諸概念の水準と構造は何かというと、文字通りここでは、順序そのものの了解だって述べてるんですね、うん、順序を了解する、うん、そのような意味で順序を了解する意味で完結したという私は受け取ったということなんですね、うん、とすると問題はねその明確になるんですけど明確になるんだけどねここのっていうのはその知覚のね、うん、知覚の時間性の起源というのはここでは順序を了解することが時間性の了解であるそのような了解の仕方で、だからね、別の言い方すると未開人が順序をたどってるなんてことも言えないわけよ。まあそこは吉本の評価の問題になるから、ねうん、で評価じゃなくてつまりそういうことはどうでもいいことなの。そういう次元の問題に考えないような水準で了解の作用という次元を設定しようっつって話なんだよ。いや、だから未開人と現代人をこれごちょごちょ比較してるけど、そんなことはもう問題じゃないんだよ。それは今言った何度も言うけども、辿った形状の順序に与えた諸概念の水準と構造が違うという、その違いの問題はこうですね。だからそこは問題じゃなくて、了解作用の時間性の水準と構造は異なってる、これだけなの。うん、だから何のこっちゃ分かんないのよ。いやいや、まあそうだけど一応ね、うん、吉本はここでだからこの理解をね、うん、今言った形状の順番にやるっていうことがこっていうふうにしちゃった時にはそれは分かりやすく説明するために使ったことであってこの概念の設定とは関係ないんですよ。ああそう言ってしまった。だから吉本さんを読む時のね問題はその背景にあるものの厳密さを問うてもしょうがないんだよ。はい、そういやちょっとそこで臨床心理士として、私ここめっちゃくちゃ面白いなと思うのは、そのいわゆる臨床心理士って全然出てこないんだけども未開人がその、順序にこだわるみたいなこととして今想定するとね、発達障害って現代の発達障害があって発達障害っていうのは発達が遅れるんですね、うん、どういうことかっていうと未開人に近い新生に発達障害の人がいるかも、うん、それで発達障害の中で何が起きてるかっていうと発達障害児っていうのは順序にこだわるんですよ、うん、そういうことを誰も今まで言ったこともないんだけど吉本さんここからね臨床心理学が引っ張ってこれるかも分かんないと思う、うんうんこういうところがね、もう全然違うっていうふうに
私思うんですけどね。順序だけで言うと鬱ってところにありましたよ、ね。鬱のところでなんか順序に、うん、順序にこだわってそれがずれると崩壊するみたいな。鬱はあの表現的事故ね。表現的事故だから、自分の中の、概念の、の持ち方にものすごくこだわるっていうのは鬱のところだと思うんですけど。順序にこだわるっていう。このね、この順序っていうのはもっと、現実的な話で。例えば発達障害の子っていうのは、大人が見てからこう言ってこうすれば簡単じゃないかと思ったけど自分の中のこう、順序をたどらないとやれないみたいなことがあるんだけどそれは未開人のもしかしたら、系統的発生論もね踏まえれば言えるかもしれないみたいなことも思うんだよね。でそれは、構造となんとかの水準なんだっていうことね。初概念の水準とか。いやいや、という意味ね、うん。でも、うん、それがそこにこだわってるかどうかっていうこと自体をさ、今のさっきの山本さんの話だと、うん、それが未開人なんだっていうのはちょっとおかしいんじゃない？まあまあだからその未開人とは何ぞやってのはわからないんだけど、うん、発達障害の人が、起きてる行動特性っていうのはもしかしたら未開人の、特性として、リンクするところがあるかもしれない、うん、ってことは言えると思う。うんうんこれ後で出てるんですが聴覚のところではね、学習障害っていうのが発達障害です、うんうんうん、で学習障害って何かってみんな分かってないんだけど、うんうん、ここの議論で言うとやっぱり、学習障害のことで意味は取れてなくて、うん、音だけが取れてるって可能性があるっていうね、ことがもしかしたら言えるかも分かんないみたいな議論は世界中で多分してないと思うんだよね、うん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 、そういうことが、ここで私は、うんうん、もうこれもう本当に すごいなっていうか思うんですけどね。つまり音だけ取ってそれをつまり、もうちょっと我々発達障害と言われない場合は音だけ取ったと別な視覚的なものとかこう頭の中で関係づけて構造的に認識していくということですね。いや、聴覚だけで言うと、うん、後で出てきますけど音韻と韻律っていうところから、うん始まるのがだんだんこう意味っていうものが、うん出てきて、うん、我々の中ではすぐ意味っていう形で音が聞こえるけれども、うん音が意味で聞こえない人が、うん、発達障害の人としてあるっていうのは未開人とよく似てるかもしれないっていう議論があり得ると思う。だからその要するに音を意味とつなげて、了解するというか分かるっていうところに要するにそういう関係神経回路の関係が成り立ってるか成り立ってないかっていうことじゃない神経回路じゃなくて、なんていうか了解の水準と構造が違う。ちょっといいかな、ちゃんととして今の議論は46に入ってるので、はい、そうですね。そこ46は終わってからの話にしてほしいと、うんうん、一応いやもう46の入ってるんであれなんですけどもうここのところは、うん要するにその言葉がその概念的な実態に対応する水準ではなくて音節とアクセントの起伏ですよね。それから言葉が概念というものじゃなくて音節の継続と区切りと抑揚としてとかつまり音として音律と韻律の構成的な流れの中で了解されるとかですね、ということがその聴覚の時間性っていうところで出てきてるもんでそれはやっぱり了解の時間性ということだろうと。ですから言語を音韻と韻律の次元で了解しているということに対して我々は言語を対応する現代的な諸概念の水準で了解しているというふうに言えるんだろうと思ってここでもまた未開人と現代人を対応させてですねで音韻と韻律の側面で了解する場合でも言語はそれに対応する前期的概念に対応しそれは概念的な意味を構成しないまでも意味作用を呈するとみなすことはできるというですねことを言ってます。でもこれもですね実は厳密になるとその音韻と韻律っていう形で言っちゃったけどその音節と音と音節と音韻とはまた違うし
もう一回言ってください。音と音と 音節とそれから音韻が違いますし、でさらに日本語の場合は日本語の場合はこれがなというのがこうなっちゃうわけで、子音プラス母音となる、なるんですよね。で子音プラス母音というふうに見ちゃうこと自体がもう実はなじゃないんですよ。もうこういう問題ですよね。でこれはもう今僕ここのところちょうど日本における音韻論の導入っていうところで国語学者っていうかどういうふうに悩みどういうふうにぐちゃぐちゃになったのかっていうところのちょっと分け目なんですけども、これはこの吉本さんが言ってるのはこんな簡単な問題じゃないんですよ。でしかも我々の場合その音が跳ねるそれから「ず」「す」が「ず」になるとかね、でこれとこれとこれの違いがあるとか、もうちょっと日本語の場合のその音と音韻の問題っていうのは非常に厄介な問題で。で整合的な言語体系から言うと一般文法の表象体系の世界が近代的な文法に切り替わるときに、そこに音声学が登場して、その 音から要するに語が成り立っているんだという形で文節化が始まってですね、でそこに語根という領域と語尾が違うんだっていう、その語を分解する過程がそこに入ってくる。でそれがそのまま日本の中に今度導入されて、日本では一般文法的な領域と近代的な文法の領域が同時に進行しますから、そこのところでぐちゃぐちゃの問題が起きるんですよ。でこのぐちゃぐちゃの最もぐちゃぐちゃしたのが橋本真一で、それをそれなりに論理的に整理したのが佐久間叶。でそことの違いがね、一体何をもたらしたのかっていうのを今僕もちょっとやってる最中なんですけど、もう この子音プラス母音っていう、もうこういう問題からして実は問題で、そういうところのにおける了解を日本人ってやっちゃってるんですよ。でしょ。でそうすると日本人がそこで了解している問題は、ここで言ってるようなこんな問題じゃないんですよ、音に関して。でここは僕吉本さん、ここのところは僕はちょっと相当荒っぽいなっていうふうにちょっと感じてる、ね、だから聴覚の時間性の問題っていうのは実は視覚の問題よりももっと複雑で、しかも文字の問題まで絡んできますから、言語の場合は非常に実は大変な問題だと。ただそこで了解の時間設定という形がなされているだろうということは、それは正しいこととして受け止めていきましょうというぐらいの話。NA と NA っていうのは音は同じですよね。NA とね、子音とポイント分解するしたい場合としない場合っていうのは聞いた感じは同じでいいんですよね。そうなんですかね。だって、ね、なって日本語でしょ、なっていうのは、うん、でなって使うときは上で使ってて、それそうなってないと思うな。子音プラス母音というふうに概念そのものが変わってきてるっていうこと。そう、つまりそういう概念を入れちゃったでしょ。別の言い方すると、だから音声的な問題っていうのはなんかもっと全然別な形で多分やらなきゃいけないんだと思う、うん、このシンプラブス母音なんていうそんな次元の話じゃないと思う、うん、だから今科学的な形でも即答が徹底的にできるんだから、例えば日本人がなって発想したのと、イギリス人がなって発音したのと、アメリカ人がなって発音したのと、全然違うんですよ、うん、いやそこにもう文化の集合体が現れてきてるわけだから、うん、でこれが実はもっとウェブソシュール のフェノメーネというのは音素とかなんとかって、そっちの問題までいっちゃうんです、うん、
で前田秀樹が卒業の問題は根本はそこだと、うん、意味する意味されなんてそんな自由な話じゃないんだっていう前田秀樹の言語論、うん、で吉本さんはそこまで言っちゃうともう言語ってのは一体どうなっちゃうのっていうのを吉本さんは前田秀樹の書評で言ってはいる、うんうん、46に限定しての質問なんですけどね、まず適切に言うってことが基本なので、そこであの限定してですね質問したいんですけども、これ聴覚の時間性ということで一応こう言ってますよね、まあ、差し当て読まなきゃいけないのでちょっと読みますが、223ページが一番最初ですね。223ページの下段の後ろから1、2、3、4、5、7、8。7分ですね。もうすでに山本さん読んだところですけど、一応ね、読みます。言葉は概念を表すものとして受け入れられているというよりも、音節の継続と区切りと抑揚として、言い換えれば言語の音韻と韻律の構成的な流れの側面で了解を構成している。ということで、一応ここで言葉ということですから文字通り音声言語ということに限定した上で、音韻と韻律の構成的な流れというそういう水準を想定すると。でもう一つの想定は、ここですね、224ページの上段の後ろから1、2、3、4、5、6行目のところからと、もうすぐこうですね、ちょっと読みますね、長句ですけど、未開人たちの長大な交渉能力は言語音韻と韻律の次元を了解しているに対して、私たちは言語を対処する現代的な諸概念の水準を了解すればいえるということを一旦取ると思いますね。そうするともう一つの了解の水準というのは、もう一つの話し言葉における了解の水準の一つの水準は音韻と音律の構成的な流れを了解する、もう一つはその水準から離脱した水準ということで、ここで離脱の水準は諸概念の水準で了解しているという、うん、こう出していると、うん、そうすると一応少なくともこの46では、うん、その了解の水準というのが類別化する場合に2つ出されていて、一つは音韻と韻律の構成的な流れ、いわゆる順序ですね、順序の流れ、もう一つは概念という用語を持ち込んでいて、概念の構成の水準というのが出てる、でそしてその上で両方ともこれ意味作用の水準と述べてるということなんだけども、これはっていうのはその音韻と韻律の構成的な流れを離脱した水準に概念というその用語自体を持ち込む、ないしは概念という概念構成を持ち込む、ないしは概念という用語を持ち込むというのは少しは飛躍的に思えるんだけど、うん、いや飛躍なんていうんじゃなくてめちゃくちゃでしょ単に離脱した水準でいいんですよね。そうそうですよね、うん、あれ、うん、そうか、だって音にだって概念はあるんだ。どうぞ、よろしいです。ここで吉本さんは、こういうことを思ってたってことがあり得るかどうかってことを聞きたいんですが、音韻と韻律っていうことで書いたっていうのは、そのここで言う音韻っていうのは吉本さんの言語論で言うと自己表出の原型みたいなもので、韻律っていうのは指示表出の原型みたいなもんだっていう意味合いで書いてる。あ、そうですか。全然そんなこととは直接結びつけてなくて、だってむしろ韻律なんていうのは自己表出の方の、うん、そう、あの言語美の中では。それで山本さん、その韻っていうのはちょっともう基本的な話なんですけど、韻って何なんですかっていうか、いや、ほんそこ行ったら本当に何なんですかって、はい、だから、うん、これが韻なんですか、うん、ね、え、韻の、だからこれが韻なんですかとか、いや、だってこの A だって、うん、いろんな発音の仕方があるのに、うん、日本人はこの何だっけ、
あとこの発音しかしてないとかね、うん、そんなことは言えないと思う、うん、だからもうともかくねこの音色と変えると、うん、すごいんですよ、もうぐちゃぐちゃ、うん、だからイントネーションとアクセントぐらいは言えるんですよ、うんうん、だからそこのところはもう明らかに文によって強調とかね、うん、こうアクセント道が変わったりとかそこら辺は言えるんだけど、うん、この日本語で音とかだったらあれだし、それが吉本さん韻律韻律って言うけど結局五七五って文字ですからね、五七七五七五っていう文字数でやってるわけ、そして今度はあれが元の世の中が五七が五八になってもそれは七という音があるからだとかっていう議論になっちゃったりとか、五七五っていうのは術語的ではないわけ。いや術語的に完成された韻律の形態、和歌の五七五。それは術語的で。術語的なもう完全形式の構造化された。リスト見てもおいんのあ韻とは言えないんじゃないかっていう気はちょっとするんですけどね。その場合はね。そう。そこで一つ。ここにビリテーションの関連質問なんですけどね、ここではいわゆる音声言語の形で限定した形で聴覚を述べているが、もちろん言語というのは音声言語じゃなくて文字言語もあるので、この2つの相対を対象化することになると、文字言語というのはいわゆる視覚に関わってきますよね、いわゆる文字言語というのは、うん、そうすると言語というのは確かに歴史的な発展段階からいけば音声言語から文字言語へ移行して相対的な形で両方備えた、音声言語と文字言語両方備えた形で言語に移行するんだが、とすると非常に複雑な問題、少なくともここで言われているところの視覚の了解作用という意味での視覚の了解作用の次元をいわゆる言語に持ち込まないと分析できないということになりますよね。いやでもそこのところは、うん、そのフーコーが一番やってるところでね、その要するにその比較ラングが比較されるんだっていう数字も入ってこないとそこはできないんですよ、うんうん、それでそういうふうにされた時に僕なんかにも分かんないけど、その戦後系列となんとか系列っていうね、うんうん、つまりその音と子音との関係性の中で、母音と子音との関係性の中で異なる2つの言語形態に分離するっていうのは、比較言語学が登場したことによってそうされるだけなんだよ。そうですね。だから そういう歴史的な形で形成されたロジックをそのまま我々はすぐ持ち込んじゃうわけですよ、うんうん、文字言語と音声言語があったみたいな、うん、でもそういう識別の言説っていうのは近代一般文法形態が近代文法形態に変わるときに出てきた認識でしかないんだよ。そうですね、そこはその通りですね、うん、でそうすると、うん、ね、そうするとじゃあ歴史っていうのはどう見直すっていう話がここに入ってくる、うんうん、そうね、はい、そこはその通りだと思います、うん、そうです。だから僕はおそらく吉村さんはそこまで自覚はしてなかったろうけれども、うん、ともかく何かそこのとこ根源から見直さなきゃダメなんだっていうことでこれ先やってるわけだから、ね、それはだって了解論が近くから入るっていうね、知覚感情認識っていうのがあって、うん、そこからそうですよね。そこまあ、自覚っていうのはどこまで自覚っていうか知らないけども、かなり強烈な問題意識はあったような気がしますけどね。と思いますよ、晩年の問題意識っていうのはもうこの辺がかなり多かった、うん、あともう一点ね、これ45年下がるんだけど人間的存在の概念構成にかかるので一つだけ質問ですね。45の一番最後223ページの46の前の部分です、上段の2行目ちょっと読みますね、ちょっとまあ文として読みますけど、また後で読みますけれど、どんな未開な人種を想定しようとしても人間的存在ということ自体は了解を時間性として意識したものを意味しているし、これ取りますね一応ね。とそこで人間的存在ということの概念
構成を了解を時間差としてしたのということで期待していると、で ということはこの了解度によれば了解っていうのは3つの層があって、1つは知覚で感情認識となってますから、この人間的存在の概念構成っていうのは今言った3つの層を含んだ了解了解において、了解という概念のそういう水準において人間の存在を概念構成しようとする、そういう人間の、いわゆる意識、いわゆる意識、いやだからでは違うと、その意識とか認識とか感情とかそういう概念がもうないんで、だからいわゆる意識とは違う、いわゆる思い、いわゆるありという意味での意識とは違う形で、それがね、構成とは違う水準で人間的存在の概念を提唱していると、うん、ちょっとだから本質論の位置での設定だから、ちょっともうちょっと極端な言い方すると、それを類的な人間の位置づけだっていうふうにも設定できるのかどうかっていうことさえ疑っていいと思う。まあ、まあ、そうですけど、まあ、吉本はどうかって、うん、ですよね。ちょっと、まずいいですか、単純化してまたちょっといいですか、書いて。いや、これやっぱりあの原生的阻害と純粋阻害の話が一番分かりやすいと思うんですけど、これは消していいでしょ。あ、いえ、原生的阻害とこれが純粋阻害で、純粋阻害で原生的、原生的阻害、それでこれは動物だっていうと、動物で2、うん、でここから、ここから純粋阻害だかっていう、でその時のこの水準は、例えば、一番視覚がここに来るんだと思うんだけど、近くで言うとね、聴覚がここに来るんだろうと思うんですけども、未開人の水準ってのは、まあこのくらいだね。このくらいの、視覚だと順序にこだわる。で、ここは、音韻、音ぐらいの意味があんまりないよっていうことで、ここのことを今そこに書いてあったことで違うんですか全然違う。違う、そうだからこういうふうに発展段階的にやっちゃダメなんですよ。あ、そうですか。そうそう、だから要するに、未開人だからとかっていうカテゴリーがもう、まず吉本さんこれ書いちゃってるけど、未開人だっていないし現代人もいないんですよ、ただ業界の水準の違いがあるということだけがあるってことなんです。だから了解の水準が低いのが未開人だとはならない。低いっていうんじゃなくて、ここで書いてる今、キパさんが言ったのは、原生的阻害に近い水準が未開人っていうは言えない。そんなこと、もうそれを言った瞬間にレビグルと同じロジック、あ、そうなんです、ヘーゲルと同じロジックなんです、そういうのは外そうというのはこれ思考系。あ、そうですか。そう、一応私だから未開人の方が純粋阻害が優れてるかもしれない。未開人の方が優れてるかもしれない。そういうことはあり得るわけです。この原生的阻害から純粋阻害のこのこっちのこの了解の、この水準の違いがあるというだけの問題だってことです。だから未開人、それを未開人だ現代人だと、未開人はここにいて現代人はここにいるかもしれないし、狂気はこっちにいるかもしれない、こっちにいるかもしれない、そういう問題じゃないということ。あ、そうですね、水準そう、こういうふうにしてその了解の時間差を設定しましょうという設定のロジックだっていう、そうです、ここは今の大事なところなので私のあえて質問します、これは宇田さんが図を書いて述べていて、関係があるので、しかも山本さんが丁寧に批判したので、これ確認のために打ち出さなきゃいけない。それは45と46やってますから用語法の問題実はあるってことなんです。用語の問題、つまり未開人という用語法の問題はあって、そのことを私は言わなかったが、今出されたのでこれは言わなきゃいけない。未開人という用語を持ち込み、あるいは現代人などという用語を持ち込む、それはやっぱないんです。そういうふうに考えなきゃいけなくて、単に
いわば業界の水準の構造っていうのこれは違うというその差を表すというふうにね考えないとえらいね大混乱のうちです。それで次の了解の初期条件ってね、でここでだから未開人というふうに設定してレビビルーと、いやそれは未開ではない、未開人も高度なロジックを持ってるんだってレビストロースをここでもう一回吟味し直すわけよ、ね、それで吟味し直したところで要するにじゃあレビストロースがじゃあマットなこと言ってることはマットなことも言ってないと、それでその要するに了解の初期条件に未開であるとかそれからその現代であるとかっていうことを設定するということ、それ自体はもうすでに初期条件として問題なんだということが次の初期条件のところの話なんですよ。だから今度逆にじゃあここで初期条件は何かっていう設定を求めると初期条件の設定もないんだよ。この了解論が僕ものすごく高度だっていうのはそういうね格闘をねもう最初からもう分かってるから、つまり自分が到達しなきゃいけないってことを吉野さん、だからそこで一つ一つ処理を しようとするんだけど、今言った既存の概念のいろんなものに引っ張られてしょうがないこれやってるっていう感じなの。宇田さん的に読みたくなるともあるね。宇田さん的にな、だから宇田さん僕何度も言って、吉本さんも分かりやすく言った時はそれはもう吉本さんじゃないって申し訳ないけど、でつまりどういうことかっていうと、その分かってる領域を引き受けたんじゃないんですよ、分かってない領域を引き受けていくんだから、だからそこによって分かったかっていうと分からないんだよやっぱりそれが吉本流明の思想的魅力ですよ。分かりません。それはもう一応導入としては、いいの読んでないお願いします。え、まだやるの？もういや、大丈夫、まだ8分です。えまだ8分です。行きましょう。くたびれちゃうの相当高度な問題を今少しやってるよ。これ少し休んでもいいですよ。いや少し休んで、10分ぐらいで休んで、じゃあ10分休憩します。20分からじゃあ日本語って応援韻を踏むとかいうのはないんですか？よくヨーロッパだと韻踏んでとか言いますよね。日本語には韻、今さっきなんだっけ、数はあってもね、率はあっても韻じゃない、韻じゃない、韻はないと考えると、韻とないじゃないですか、ね、僕は何がやってるかというと単語がない、単語がない、単語がない、それから今言ったその音韻の韻、音韻がない日本語って、だからそういうね西洋的、それでいてちゃんと言語体系論をちゃんと組み立てないかどうかと思う。でそれを全部 その単語があり因があるんだって形で整合的にきちっと組み立てちゃったのが橋本真吉と時田正義、嘘800の見事な体系、きちっと体系だってことなんだよ。すごい感じだ、これ半端じゃない。それはやっぱりあの西洋列強の中で近代を日本がこう真似して作らなくちゃならないってこと。そう、だからまさに疑似近代をその橋本と時計だから言語の方が作った、大変なもんです、だから先ほどの吉本さんのこの例えばこの時間性の度合いは現在に到達する過去という時間的敷地の度合いに依存するというね、これをだから主語述語文でやっちゃうわけでしょ、そうするとこの時間性の度合いはイコール現在に到達する過去という時間的敷地の度合いに依存するとこれイコールになっちゃうんです。そうです、 A is B である。ところが日本語はこれイコールじゃないんですよ。 この時間性の度合いはっていう提言をしただけ、提題をそこに置いただけなんです。でそれを現在に到達する過去という時間的質の具合に依存するというところから考えましょうってことを言ってるだけの話、A は B であるとは言ってないんですこの文章で。吉本論理っていうのはこれ全部ここでいくわけだから、実は回答がどこにもない。で別の言い方すると日本語の言語形態からして回答は出てこない。じゃあ何をやってるかって話になってる。アクションしてるというしか言いようがないんだけどね。あ、そうとあるんですか、う
いわゆる活動ですね。活動してる、うん、そうか。よく学者は分かりやすいことしかやらないって言ってましたよね、うん、学者っていうのは分かりやすいことしかやらないんですよ。だからこう意味されて、そこ A と B をやってるだけなんですよ。だから、うん、A と B になるのは全部剥ぎ落としちゃう。だから要するに猿からっていうか、猿っていうか、まあ想定できるしないと何らかのこう人間の形ができるまで膨大な時間があるわけですね。だこんなの簡単に分かりようがないけど、そこに誰もチャレンジしないっていう。で吉本さんはそここそ問題だっていう、うん、活動か。そうアクションってことになります。というのは実合的なものっていうのは全部あのアクションなんですよ。ただ問題は、まあ、今休み時間ですからですけど、そうすると問題はその活動から意味が立ち上がっていくことが規制と動画にどう考えればいいんですか。そうですよ。だからそれが大変なんだ。大変ですよね。もう何もんですよ、ね、だから別の言い方するとね、きちんと西洋的な形の神経症者と日本的な形の神経症者ときちんと比較していけば、僕そこは見えてくると思う。神経症者って同じ精神分裂と精神分裂と、うん、あきちんと正確に比較していけば、うん、それは何、神経症者っていうのは A と B っていうのを外れてだから、そういう言語形態にいる描写と、うん、日本語の描写とね、ちゃんと比べて。ソシュールの一般言語講義をね、今言った活動論家再考察するのはできませんか。僕はソシュールなんて全く認めてないから知らないで、その間に言って、うん、僕はそれできると思うんだけど僕はソシュール言語学っていうのは全然意味何にも認めてない。あ、そうですか、うん、いやそれは、いや僕は活動論で一般言語講義を再考察できると思ってるんだけど、そうすればみんなが作れると思って、ね、そうです。僕はずっとそれやってたんで、いやずっとやってから1993年から95年の修士論もそれだからやってんの25年だからうまくいかなかったけどね。そうしてる言語学は全く意味ないです。さっきの学者さんのニュースだから、今度分業だって、あの熊野清水さんと対談っていうか吉本さんが言ってますよね。どこ分業っていう雑誌だったの。どこで、なんで雑誌で3人ぐらいで喋ってるんだけど、吉本さんなんですけど、いつ頃の、いや、今出てます。今出てるんですか。誰と住谷くんと誰か、3人だよ。今出てるんだよね。今出てる。吉本なんかはもっと学者呼んでんだけど、ね、引用しないとかという話になってる中で、住谷さんはやっぱり、詩とか文芸、批評は分かるけど、やっぱこういうのは分かんないって言ってね、さっきの話じゃないけど、やっぱり四五術語なんだね。リュウさんで栗本さんがあの弁護人だ、アクション、吉本さんの活動はシンキングだって言ったら知ってて、まあね、それであの弁護人についてだから書いてたらもう終わらないから、原稿が膨大なのって言わないとやめちゃって、これは何だって言ったらやっぱ新規のアクションだからだみたいな感じで書いてますけどね、うんうんうん、吉本さんってみんな実語的に書いてる。だって日本語文、日本語文、日本語だもん。日本語である限りで死語なんてない。だからそれ別な言い方するとね、僕の論文を英訳にした人が要するに意味を取って英訳しようとすると日本できねえ、直訳しろって言ったら、うん、ただ意味通るんですよ、うん、なぜかっていうと全部剥ぎ落とされる、うん、だからすごいシンプルな英語になる。山本さんの読みにくいっていうのは実語的に結構僕の場合はだから実語的なものと思考的な意識がごちゃ混ぜになって交差して そこが指示表紙と自己表紙で混同になるから、何言ってるか分からなくなるだけ、うんうん、だって思考形態は僕の場合あの死語術語の命題形式を自然過程で取れるんだもん、うん、スペイン語や英語で考えればね、うんうんうん、それで同時に日本語で表記してるわけです。はいはいはい、でそれそこごちゃ混ぜになってる頭の、うんうんうん、でそれは整理 A と B でも考えてるし、同時に
ちゃんと帝大としても同時に考えちゃった。だから僕の言ってることは何かわけわかんなかった。そのうち誰かが山本は天才だったとかって言う。西田喜太郎っていうのは、そのだから西田はね、それを全部 A ず B に切り替えようとしてるわけ、うんうん、だからあんなわけのわかんないことしない。そうだよね、 A ず B に集中してるんだよね。自覚してやってるんだ、はいはいはい。だからもうどん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 訳分かんなかったね、逆に。でそれをこの頭のいい和筋がもう簡単に A と B だけど全部処理してきて、和筋の A と B でもう頭いいから広がってもうこれ頭のいい人全部実語で吐き取ってやっちゃうできちゃう。でしかも時計で見てね、それを言語体験まで持ってきちゃうんだから、すごいよね、東大のやつらのこの頭の良さのペテン、ペテン集合集団っていうのは。曽山さん、時間です。お願いします。もういいよ。もう時間です。お願いします。もう出てこない頭。出てこない。じゃあ一旦これ止めますか。そしたら。うん、じゃあ一旦今日は止めてもいいですよ。これ。あと議論で。じゃあちょっといい。ちょっと待って。山本さんどうします。一旦止めますよ。これ。止めてもいいよ。じゃあ一旦今日はここ止めて46枚で終わったということで、ね。はい。で次は47、48、49なんだけど、はい、これ。このところ収支がつかないところなんですよね。次の了解の水準まで行かないとね。はい、3つですかね。49までですか。とりあえずは49までなんですけど、49で何も言ってないんですよね。ね、うん、まあそれもちゃんと読んでいいです。すごいやりましょうね。うん、何も言ってない。今は8に、まだ20分そうです。だから今日一応止めて、あとは自由な議論。だからちょっと読む上でのヒントだけちょっと言っていくと、うん、構造主義、だから構造主義っていう、その構造主義に構造はないんですよ。だから関係の項しかない。だから吉本さんはここでは構造と同型が同じだってことを言い方してますけども、つまりそういう項の関係性があるだけで構造というのがない。で構造というものがない 論理でその未開的な次元がその現代人 と同じように優れてるなんていうロジックはロジックとして全然成り立ってませんよっていうようなことをここでは言ってるだけなんですけど、それがこの初期条件のところ。でそうするとこの初期条件で何が大事なのかというと、了解の位置づけを要するにどうするかっていうこととして考え直しましょうっていう、そこのところを見つけていけばいい。でそれはほとんど47に書いてあるんですけど、48、49っていうのはちょっと付け足し的な状態で、まあ、ある意味で了解の時間性にある種の空間化が起きるときの問題ですね。すごい本質的な問題なんだな。いや本当問題。関係論ではねここまでやってないんだよね。なんか了解論でねやっぱり時間外に入ってくるから。相当取り組んでるんだなって感じしますけど、歴史的なこう言語に対する知の水準としてこう
ヨーロッパ的な死後絶望があるものはその世界の中で2割でしかないっていうふうな、そういう問題意識っていつから、いつ頃から起こったんですか。おそらく明治の時には、いや、もう明治の時の松下大三郎はそれを言ってるし、もうあるんですか。それから佐久間かなえ、そして、三上明ですね。三上明で決着が全部ついた。で、決着がついたのに国語学者はみんな読んでるのに無視する。で、時計団橋本を未だに持ってくる、うん、無視するっていうのは都合が悪いからですよね。そうです。あの、日本の言語体系、社会教育の体系壊れちゃう。だから例えばその三上さんに関係されてるようなそういう日本語体系というものをやっぱり大事なんだっていう、そういうこう、なんて言いますか、つまり政治的な軍事的な力学とは別に言葉っていうのはやっぱりすごく大変なの、大切なんだっていうふうな、そういう認識がある程度出てきたのもやっぱり明治からもうすでにあったわけです。だから要するにちゃんと文法体系作んなきゃいけないっていうね。でそれが現実的に本当の文法体系が確立されたのは戦後ですから、そこまで時間かかる、100年ぐらい時間かかった。でその間日本の国語学者が取り組んだ問題ってある意味で大変なものなんですよ。だけどあのもう読んでて分かっちゃうんだけど、もう本当おかしいんだけど、時枝正樹博士は、あの橋本新吉博士はみんな博士とか教授くっつくんだよね。そういう権威主義がすごいのはある。その中で結局東大のあれ権威がそのまま、やっぱ国家をしょったっていうか、で僕は東大の連中っていうのは相当意識的に社会空間を作ったろうというふうに今総括し始めた。そう思いますよ、うん、だから言葉がやっぱりこう三上文法みたいなものがこう自立してるっていうのは、もう世界的なこう何ていうかこう意識の変化、意識の変革っていいますか、要するに何ていうか、あの国家とかそんなもんじゃなくてもっと大事なものは違うんだっていうふうな、そういう合意がなければ、いや、そういうことでもそこまでがないんです。単純にだって日本語一生ないんだもん。いや、そうですそんなこと言わなくてもいい、言わんときたって。なのに逆に死後を設定しなきゃいけないほど、要するに近代的な、なんていうか、意図的に政治編成がなされたということです。で、山本さんはそうは言ってもね、そういう形では日常の言語生活というのはなっていなくて、実務的に今でも我々は思考し語り書いているというふうに考えるわけね、うん、あの僕は思考してると思えない。あ、何 どっちで思考してると思えない。術語的に思考してると思えない、うん、思考の領域に入った瞬間もう死後術語になってる、なってる、なっちゃってる、A is B になってる、 A is B、 ほとんど無意識的な言語構造です。でそこまで、もしそれが近代のあれだとすれば、近代のそういうその教育なり、さっきおっしゃったこう空間なりっていうのの力で100年かかってそこまでできたということね。そう、それは原理一致のと大きいんですよ。そういう意味では近代的なね、主体の作戦において、そうだよな。だからね、あの言語学から言ってもですよ、今の熟語論理っていうのを、今ですよ、実語論理の語り手と文中の主語との違う区別として、大体言語学上でおいては語り手は存在していて、文中の主語がない場合はそれは省略として考える。それでいわばその主語主語対決して考えるっていうのはごく普通だと思いますけどね。いや、だから省略じゃない、ないんだよだから別の言い方すると主語があるというロジックでヨーロッパの世界制覇が成り立っているというふうにも言える、うん、それは、うん、まあ、あのいわゆる学、うん、違う領域においてっていう、でも死語なんて概念ないの。それから死語実語コプラなんていうのは一般文法の18世紀のロジックでしかないの。そんなのがな、
なんでこんな哲学者まで全部広がっちゃって、言っちゃったのか、うん、なんでなんでしょう、ね、でそれをだからそれをフーコーの言葉と思うから全部明らかにした。僕ら障害から法律なんかそうですもんね、うん、法律すごい絶望ですよね。やっぱそれはね、まあそうですね、だから近代化したいっていう問題なんですよ。もうそギリシャ時代とかさ、そういうヨーロッパの言葉もないし、しもない、ない、えっ、だから A is B、 B というさ、そういう思考法、それは17世紀、18世紀の、矛盾率って言うでしょ、うん、A is、 いや、なんだろう、A is B だじゃん、だからそれ自体、そういう思考法そのものはギリシャだってあるじゃん、ない、うそ、ないんだよ、ないっつってた、本当なんだよ、ラテン語もないっつって、いやいや、A is B だよ、A イコール、ないんですよ、A は A でなくはないっていうさ、矛盾率っていうのは A is B の話、だからね、別の言い方、だからちゃんと今度は、ギリシャがやってる連中なんかもちゃんとやればいいんだけどね、そういうのも全部違ってます。まずね、一番僕は分からないのは、これもう本当に真面目に聞きたいんだけど、カントやヘーゲルやってるやつが、なんで日本語訳せるんだって感じ。なんで何？なんで日本語に訳せるんだって。うんうんうん、で別の言い方すると、カントやヘーゲルによって A is B っていうロジックが成立してくるんだよ。でそうするとそれがなんかギリシャにもローマにもあったような感じで 逆説されただけなんですよ。だって英語にも主語なんかないんだから。で先生、17世紀なんで主語と述語ができるんですか。ランガージが発見されたことによってっていうのがフーコーの言い方。名詞が指示されたものから、その表象体系が外れて、そしてその単語が A is B になって、その時その B 動詞のエートルという動詞が全ての関係性を引き受けるようになった。よくアリストテレスの論理学とかがやり玉に挙げられたりしますけど、あれは、うん、あれにもだからもうそういうものだから全部ね、西洋人も反省的に見直すべきだしね、うんうん、それも17世紀からの逆称者なのか、矛盾率っていうことはギリシャからあるって言うじゃん。だってさ、そもそも人間概念からしてそうだったんじゃない。で構造主義によって人間概念を要するにそのまま投入しちゃいけないということは構造主義によって指摘されたけど、その時に A is B なんてロジックのフーコーが言ってるポイントになるとこは全然言ってない、うん、だって西洋人だって自覚できないもん。だって A is B なんだから、うん、だから述語論理っていうのは例えばクリステバなんか言ったらだって全然自覚できてないですよ。理論で展開できない。だから術語っていうのはどうもバリエーションがあるなっていうことを感じてはいるけど、わかんない。だって思考形態が、言語形態がそうなんだ。思考できない。無理だ。思考できないんですよ。うん、だからそれができないっていうのは分かるけれど、その矛盾率というのが17世紀の勝者でしかないっていうのは信用、なんか怪しいなとか。いや、怪しいな。言語そうだもん。でそれはもう金谷さんも英語で主語がないってことはちゃんと中世英語にないって言ってるやん。矛盾率が存在するためにはさ、 A と B がなければ2つあって両方対するってことは矛盾率だからね。A は A イコール B でなくはないっていう形の思考方法はギリシャ時代からあると思ってるわけ、アリストテレスの頃から。あの別の言い方するとね、小林文明なんて肩とも疑ってないよ。で頭の中で全部どっかでショートしたんだよ、トランスは起きてるんですよ。だからある彼ぐらいにドイツ語がちゃんとできてて、それでその実際に自分でそのね、ヘーゲルかフッサルか知らないけど読んでて、頭の中でこんななってるはずなのが、うん、なってないような状態になってる頭って一体何なのって僕がきっと言いたい。本当にとんでもないことをやれちゃってるんですよ、あの人たち。僕は何かっていうとね、フーコーを読んでた時にね、でも翻訳できないんだよ。で僕正しかったんですよ、僕のその言語感覚が。でイリッチを翻訳した時も、翻訳するとイリッチじゃないんだって、もう肌で分かるわけ。
だから山本の翻訳が早く出るとか言って、できねえっつって、もう僕らもう体がもうそうなってるからね、翻訳できないんです。言語においてもその何か例えばあのアフリカ的段階、アジア的段階、ヨーロッパ的段階、超西洋的段階っていう、ここの中でその今の言語をまあ大雑把だけど整理できるチャンスっていうのはあるわけですか、ね、うん、今で言語研究は相当進んでますからね、うん、ただ本当に一番根本的なものはすごいシンプルな言い方で、僕は述語言語と死語言語はもう違う、思考形態も全然違う、表現形態も違う、技術形態も違う。そう、ちょっと話が飛躍すると、そうすると自己表出っていう概念が出てきたってことはものすごい大発見っていうか、もう革命問題っていうか、だから吉本さん の, だからあの3つの本質の翻訳すると世界ぶったまげるって、いい、こんな思考形態があり得るはずがないって。それは翻訳できない。だから逆ないけどすれば翻訳不可能。でも逆に言うと17世紀以前っていうのはみんなそうだったっていうことですよ。でも最低の意味は伝わるじゃないですか。いやだから17世紀以前っていうのはそうだったっていうことであれば、それは結構、基礎的にはそういうセンスを持ってるから通ずるはずでしょっていう、近代になってこそ分かんなくなってるっていうことであって、そのだから本当に予算があったらもう金谷と言ってるんだけども、パリで術語をめぐる言語学会、国際的言語会やるぜって書きましたやろぜって、でその学会では死語を使わないようにするどうなっちゃうかって。でもヨーロッパの人間ってそういうのをマジに考えますからね。だから一番あれなのはあのランボーの、ジュエ・オートルですよ。我は他者なんで、これは本当はスイッチなだけですね。でここを第三人称に、これが第一人称でしょ、これ第三人称に転化しちゃう。そうすると何が起きてるかっていうと、私は他者なりっていう私と他者のこのつながりを遮断しちゃったんですよ。第三人称を持ってくることで。だから思考してるのはここが思考してる。だからランボーっていうのはそれ知ってたってこと。アイズオートルってことなんですよ。そう、アイズ、アイズ朝で、これ日本語にはならないでしょ、日本語に翻訳できない。だ別な言い方すると日本語に今度何かって認証がないんですよ。名詞、私とか彼とかってこれ全部名詞なんです、認証じゃない。それだとジャーナリズムとかの言葉とかでもなんか、なんか現象を記述するときに必ずだから主語を入れちゃったりしていけば全く違ったものだし、でもただ流して書くとちゃんとした文章じゃないから書き直せとかいう話になって、うん、あそれはもう吉本さんすっごくやがってたよね。司馬遼太郎の文章なんて読めねえっつって、これはあれはジャーナリストの文章だよって、うん、新聞記者の文章です。あんなの俺はやめねえよって言ってたよ、ね、どこで言うのか、ね、正確な記述って言ってた時に何をもって正確な記述なのかっていう話があって、新聞とかでも辞書を書くときに、うん、割とでも主語ないのはありますよね、わざとなんか、うん、でもそれは省略して主語がないっていうふうに普通には考えるわけでしょ。だから主語を探しや、うん、それで論理性とで、分かりやすい文章っていう話になるんで、だってもう日常的にさ、だからやってるわけじゃない、もうその同じ言葉で何食べる、僕はうなぎだっつってさ、僕はそばだっつって、僕はうどんだっつって、もう全員がそれで やってんだもん。日本語は主語がないからダメだっていうふうな
物件全く平凡な一般にはあって全く逆です。だから論だから論理性という基準を今僕も術語知られながら論理性という基準をそれ自体がもう解体しなきゃダメ、うん、な論理性がダメっていうのは、うん、いやじゃない逆術語性の方が論理があるんだっていう論理性を打ち立てなきゃいけない、うんうん、それでそこのところでその人文知っていうかその中だったらこう分かるっていう感じするんですけど、その自然科学なんかはやっぱりその主語と結んで対象化していかないと自然科学みたいなのは、いやじゃなくてそれはもう単純に近代の分離科学はそこで成立するだけですよ。だから術語言語でやれば非分離科学が成立するんですよ。自然科学も全く別の科学体系で、だから僕は吉本さんが自然過程で科学が進むってそうはならない。それは単純に分離の自然過程でそうなっただけの話でね、非分離の論理から言ったら原発なんて絶対作んないです、そんな自然過程の発展じゃない。分離の論理の必然過程であった、ね、ちょっとでも吉本さんって分離のやってんだろう、自然科学の。いや吉本さんねまだだから分離とか非分離とかそういう次元自覚の次元まで行ってないじゃない。その辺がでも私知識人要するに大衆向けんぞっていうのはある意味でそのなんか深層文化っていうか言語の深層文化につながっていくっていう発想ですよね、うん、ということになれば今言ったその知識人っていわゆる日本の近代的知識人ではそういう深層文化から断絶してるっていうふうに単純化していくと、うん、だからもう僕はもう吉本さんと西田しか読めないって言って、めちゃくちゃ吉本さんがあれほど大衆の言像、大衆の言像って言ってることは一つの方から言えばここなんだ、ここなんだっていうか、要するに実語性の言語とつながってるかどうかっていうことなんだって。でそれで思考した、うん、実語性で考えるとどうやってどう考えるの。こうなだからさっきの山なんだっけ、山が見えたっていうのはすごく分かりやすかったんだけどさ、いや分かりやすいのは我々は日本日常語でそういうふうに使ってね話が脱線しているけど俺子供の時からずっと気にかかってたのは音楽なんですよね。で私なんかがやってた音楽親父が全然分かんないっつうのね、何だか全然分かんないっつうのね。だから親父は小学校しか出てない無学な人間だけども西洋音楽って分かんないっつって、うん、だからちょっと極端な例だけどね、それと言語の問題ってのはやっぱりつながってるなっていうかイコールじゃないけども、うん、だからなんで日本人はもう生まれた時からその蛍の光とかってそういう西洋音楽を叩き込まれちゃったかっていう、つまり逆に言えばの日本のその小唄とか能とか、うん、そういう音楽は分かんないわけですよ我々はもう子供の時から、うん、だからそれはもうなんだろう、小倉郎さんだけど言ってるリズムがだから日本語ってのは4拍子だから「さおやさおだけ」って四拍子、それが唱歌は全部それこの3拍子に変えるんですよ、実質だけ。でも日本人が発音すると「ジス・リズ・ア・ペン」と4拍子になる。なるほどね。そうすると外人何言ってるか分かんない、でも「ジス・リズ・ア・ペン」って言うとすごい分かる。This is a pen って我々ほとんど This is a pen って言ってるけど、何言ってもわかんない、それはもうやってるうち四拍子になっちゃうから、もう相当意識的にリズム三拍子に戻せる、三拍子が主語と関係あるってことなんですか。でしょうね、多分ね。なるほどね。それからあとだからすごい面白いのは昨日もテレビ見て面白かったのは、みんなにバラすぞっていうのが、英語で言うと Everybody will know なんだ、みんなが知るっていうことだね、みんなが知るぞって、日本語だとバラすぞ、みんなにバラすぞね、そうだよな、こういう問題ずっと気になる、無意識なところでずっと気にかかった問題だよな、私小説とかよくその近代小林秀夫っていうのは主語があるない。だからもうだから主語はだからあの時に文学者はもう主語を確立するためにもうずっと格闘してるわけだから、認証との格闘ですよ。だから横道律なんて第四認証なんて引っ張り出してね、やってるわけです。
金額だったらね、主語は学術のね、教育プロセスだから、日本の金額だもんね。だから文法学者と学校教師と文学者が結託して、そういう言語体系を書いていくと。で、これはブルデューが言ってることだけどね。うん、誰？ブルデュー。ああ。でも逆にそれだけ適応力があるっていうことでもあるわけだ。で時々 This is a pen って言わないと居心地悪いけど This is a pen とも言えない。だから日本人の適応力ってのは何度見てるこの洋服が一番典型だけじゃなくて、もう完璧に脱いだね男は。でも幸せになれないですよね、表層文化じゃね。表層文化で機能しいってやっぱりそもそも一番敵だっていう、戦うべき相手だっていうのはそこに二つだって。どこに不都合を感じてる今？不都合ですか？要するに幸せになれないと思うの。つまり本当に何かこう死ぬ時に何か、俺も死んだことないから分かんないけど、多分これは俺の想像力だけども、こう安心してこう死ねる場所っていうかな、そういうものっていうのはやっぱりこう表層文化じゃないと思うの。よく分かんないけどね。でもあれ、なんだっけ、藤田翔さんが言ったように安楽の全体主義ね、もう安楽さとしては最高形態だと思いますよ、それはみんながそう言えばね、そういうふうに言えばそうだけど、でもほころびるでしょ、ならどっかで絶対100%の全体主義なんてありえないから。別な言い方すれば、だから生命的存在基準からすればひどい社会で、そうだよね。大島さんね、とはいっても、ね、戻る場所はないんだよ。戻る場所、つまりね、江戻時代がね、理想的なね、戻る場所かっていう問題も、もちろん、もちろん、ね、だから戻ることはできない。戻ることはできない。だから吉本が言ってるのは、要するに遡ることが未来だっていうことでしょ。アフリカ的段階いや、だから戻ることはできない。理想状態をね、特定の江戸時代とかね、そういったところに求めて。いや、それはそうですよ、それはそうですよ、それはもうその通りだけども、でもアフリカ的段階っていうのは要するに遡っていくことによって未来があるっていうか、その里を広げるって論理でしょ。それは比喩的にしかそう言えないけど、もちろんそうですよ。それはね、実体化してはいけないんですよ。だけどその時に設定したものがすぐまたこう戻るとか過去とかっていうね、そういうふうに設定されること自体がもうあれだよね。そうだから私なんかそういうふうに言ってないんだよ、変な自分って言って申し訳ないけどそういうふうに実体論として言ってるわけじゃない。ただどっかに人がビジョンなり理想なり求めるとすれば、そういうところによりどころに、そういう言葉のよりどころにとりあえずは立脚するしかないじゃないですか。全然羅針盤もない論議になっちゃうわけでしょ。とともく基本的なことはもう僕の場合すごいもう明確なんですよ。術語的言語形態に忠実であること、着物を着ること、それから場所の幻想技術として国つかみを戻すことね。この3つがなされない限り何も変わらない。もう僕の場合もう明確に路線は引かれた。であとはただなんでこれがそうならないのっていうところのぶつかり合いの中でやるのやらないのみたいなさ。まあだけど、ちょっとその辺は勉強するけど、その政治と文学の話になっちゃうっていうか、つまり政治現実性としては成立しないかもしれないけど、文学の問題としてやっぱり引っかかるとすれば、吉本さんが幼年論で言っている何か軒下文化って言いますか、そのつまり児童になるなら幼年からその中間がある、勇敢があるって、ここのところものすごく平和なんだっていう、ものすごく平和なものなんだっていうか、そこのところをこう発展してビジョンを作っていう以外にないんじゃないかっていう。だってそこは今度逆に言えば学校教育が全部そうそう抑えてるわけですから、そうそうそう学校教育を解体しない限り、まあ吉本さん児童なんていう概念を認めてないですよね。もうありえないっていうかね。だからそういう、だから現実論じゃなくて、特に別な言い方すると、だから術語言語と着物と幻想技術持ってくれば学校なんかいらないとすぐ分かる、そこまでの問題ですよね。その3つのうち、その幻想技術だけでこう先行していくみたいな形が現実にはならない。だけど着物とか、その言語もだって着物が一番簡単なものですよ。でもさ、一番簡単なもの、一番物質的だろうよ。古着は山のようにあるしね、一番簡単なところから、ね、今着てだからなかなか着れないでしょ。いや僕はもうそんなことないですよ。もう2、3回しか見たことない。いや僕はもう他のところは全部着ない。ここだけこれめんどくさいからこれやってきて、あ、そうなの。
でも幻想技術ってそう難しくないですか、なんか場所難しいですよ、だって神様の神がいなくなっちゃってるから、うん、もうそこは決定的、うん、一番難しい、手がかりが分からないっていう、うん、だけど幻想技術っていう問題がこれだけ議論されるってことは随分世の中が変わったなと、70年代、60年代の頃はこういう話ができなかったね、あの神様なんて言った瞬間右翼だ、星だ、うん、それは確実になくなったよね。だ今こそ吉本さんがここに自然に読まれるっていうかな、うん、それはやっぱり幻想問題がこれだけリアリリアリになったってことなんじゃないかな、うんうん、幻想が見つからないから左翼叩きをやってるっていう状況で、左翼叩きをすればいいんだみたいな感じだから、神様って言ってもネットワークみたいなのが寄ってくるような感じが今の状況だとあるけど、まあ、現実論としてはね、ただやっぱりこう文学的にこういう時は考えていった方が、あのなんていうかな、ちゃんとその妥協しないで、妥協しないでやっぱり何か未来を想定できるんじゃないかっていうか、それがどんなその少数の言語であっても、どんな自分一人しかこう吐けないような言語であってもっていうか、だから吉本さんとか小遊三ってのはそういうことをやったんじゃないの、俺しか分かんないけども 俺が言わなかったらやっぱり未来じゃないだろうっていうか、それはやっぱり文学の、大雑把に言えば文学の力っていうか、まあ、まあ、なんていうかよくわかんないけど、それは言いようがない世界だ。でも山本さんの話聞いてると、すごくその実務的なのをね、我々は感覚でずっと持って喋ってて、多分音楽とかなんかもよくわかんのは、ヨーロッパ音楽より日本のリズムの方がすぐ乗るっていうのはあるでしょ。にもかかわらず、そのヨーロッパ史の術語言語をさ持って考えるのも確か頭の中それごちゃごちゃしてんだろうと言われてもさ、それで結構やっちゃってるわけだし、やれてるわけで、そうするとそんなにもし本当に身体的に術語的であるならばさ、それはそうだよっていうぐらいでね、いいんじゃないのとか、なんかいやならない、それほど強固に、だから認識の構造の中で完全に転換してるんだよ、うんうんうん、だからもう日本人としてある時に実語的な本質存在は持ってるんだけど、うん、自分の歴史出現は主語的出現しかしてないんですよ、うんうん、歴史出現歴史的な水準としては、はい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 、うん、この転倒構造にある、うん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 、これを自覚しない限りこれは突破できない、うん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 、僕は回復としたけど、僕は自覚的に回復としてるからね、うんうん、無自覚でやってるわけじゃない、うん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 、それ突破するってことは実語的に主に回収していくっていうこと、そう、実語的な、僕少なくとも実語的な理論と認識をきちんと持つことで、意識はこの了解、まさに了解と関係づけとして、それ自覚するだけで随分違ってきますよ、うん、今の感じだと主語を神に統一化させるような感じになっちゃう、いや逆だね、だから主語はないのに主語を設定するから神が不在になってる、今の人間はもし神持ち出しても主語的になんか自己統一化するような感じになっちゃうんじゃないかっていう、いやそうじゃなくて、主語的なものが設定されてる限り神という元素技術を持てないんですよ、そうですか、うん、なるほどね、そういうふうに言い切れるんだ、うん、柴崎さんのあれで言うと、その今のネット右翼とかって言っても、そのなんだろう、その天つかみと国つかみのそういうこう二層みたいなことが分かってないじゃないですか、分かってない、うん、だからなんかもう天皇制っていうか、うん、そこにどすっていくっていうか、うん、右は、うん、だから、うん、その国つかみのところがね、うん、入ってくればと思うけど、うん、で先生その辺のことでいうと、先生が前に言ったその国つかみ論というか、戦国時代とは北条早雲からだって始まったんだって言いますよね。であの時代なんでそのあの時代だけがこう天皇天つかみって言っていいんかなから消えたって、でその代償として、まあ、時代的な水準もあるんだろうけども、戦いは終わらなかったっていうか、全然戦いなんかしてないしてないっていうことなんです、1年に1回あるかないかだよ、うん、
それが全国であちこちやってるからなんか戦国時代で戦ってるってだけど、場所から見れば戦いなんてほとんどないですよ。あ、なんでそういう秩序ができたんだろうか。まあそれは要するに天つかみ的に状況でそれを統括する者がいなくなったからですよ。だからうんと大雑把に言えば自然の何かこう力関係でそういうふうに落ち着いた、とりあえずじゃなくて天つかみの力量の限界に到達したんですよね、うんうんうん、でそこでそれをだからあの江戸幕府が作り直したということですよね、うんうんうん、なるほどだから疑問だったけど、つまり国つかみ的な共同性がこう日本の中で、まあ、300のあれなりもっとかもしれないけど、こうできるってことは決してそのいさかいっていうものをこう助長することではなくて逆なんだって、むしろ平和なんだって全く平和的共存天下統一をやろうなんていうのがそれを壊してただけです。なるほど、ある意味での近代ですよね、はい、だっていまだに神社は合祀されたって残ってるんですから、うん、でその神社にみんなお参りしてるんだ、うん、だから残ってるんですよ、うん、でそれは何であるかの自覚がなくなっちゃってる、うん、だから今度着物のあれではもうやっていこうとする中心先生はその着物から神のこと分かってるからね、神を設定する、で神を設定するときに今度はその神をちゃんときちんと正しい紙を選ばなきゃいけないね、うん、でこれもちゃんと投資してこうやってで本当にどうなるかっていうのはちょっと僕は見ものだと見てますけど、でこれをやれる人はまた面白いんですよ、出雲系なんですよ、うん、遺跡じゃダメなんでできない、うん、これでもねもう国つかみはもうあちこちで今出現してますから、うんうんうん、でも最近のその天皇家のまあちょっと植物的な話になるけど天皇家の動きっていうのは誰かブレーンがいるんですかってぐらい上手ですね。いやもうだって当然巫女の投資でもうはっきり見えてるわけで、天皇家が今国つかみとの共存形態を図っていかなければ天皇の存続形態はなくなっちゃうんだから、うん、今天皇家も必死になってやってるものですよ、うん、それはもうかなり合意がある、ね、もう当然だと思いますもん、だって霊力のある人はもう絶対ついてますよ。ああ霊力のある人、まあ、霊力っていうのもだからもっともっと時間時代が遡れば何か科学的に言えるんかもしれないけど、とりあえず今の時代では霊力っていうしか言えないっていうか、そういう類のものだっていう、だって見えちゃうんだから見ないいやなんならそういう言い方と今回春野良い子が書いてるけど前週の付録に吉本さんってあのうちは全員サイキックだって告白してますよそうなんだそう、で要するにお母ちゃんとバナナは分かりやすいサイキックだっていう未来予知能力とか、うん、で父ちゃんは要するに結論が見えちゃうんだって、それはサバン症候群だっていうふうに言えれば言えるっていうふうに佐和子さんが言ってるよね。それだけじゃないけどもあえて言えば、うん、高質性自閉症っていうんだっけ、高機能の自閉症っていうか、だから要するにおはじきをバラバラって巻いたらいくつっていうのがその瞬間に分かるとか、要するに10年後の火曜日は 何月何日っていった時にパッとこう出てくるとか、そういうことは今そういう人はいっぱい世の中にはいるっていうか、いっぱいっつったらやっちゃうと大げさかもしれないけど、で今みたいな、で吉本っていうのは佐和子さんが告白してるのは最初に結論がパッて見えちゃうから後から論理を作ってくるんだって、だからずるいって書いてあるで自分は何だろうかって書いてないけどね、自分はじゃあどういうサイキックなのかってことは書いてないけど、家族全員がサイキックだっていう、そういうのはあれだけ公的な文章の中で書いてます。ここまで書いていいかなってまた変なことやれるんじゃないかなってやるでしょうね。だから嫌なんだけど、娘が書いちゃってるからね、そういうこと。よく噂の真相に吉本は娘のなんかオカルト趣味をなんか切り捨てなきゃダメだみたいなこと批判がよく
解放した。うん、バナナさんね。だけどその吉野さんはその公的の吉野さん自身はそういうことをこうお首にも出さないでずっとやってきてるわけで、あのうちはみんなそれを自覚してて、あのバナナが時々書くけども他の人は絶対私はこういう能力あるってこと言ってないわけですよ。それはもう家族でよく自覚してて、だからその嘘のガルドアンテがよくわかるっていうのはよく言ってましたけどね、あの偽物がすぐよくわかるっていうのは。だけどそういう人ってやっぱり世の中にこうにいて、やっぱりその沢子さんが言うにはその世界の中で長老とか予知能力者とか何かそういうふうに歴史的に残る人っていうのはやっぱりそういうものに似た能力がある人たちがそういうふうに言われてきたんじゃないか、歴史的にね、うん、ほんと大雑把な言い方だけどもそういうふうに書き切ってますよね。だから僕なんかに言われてますよ、山本先生が安易に例の話はしないでくださいって、山本先生誤解されるだけですからって、いや、俺は言うよってただね、今思うとね、あの吉本さんこれ自分がそうだから言えたんだろうなっていうけど、田中角栄のことをよく言っててね、田中角栄ってのは小学校しか出なくて どうしてあそこまで行ったのかっていうとね、あの人は政策がバッて出た時に現場の一番最末端の現場がどういうふうになるかってことが瞬時に見える人なんですよ。東大の人たちはその政策が出た時に、それはさ、普通はこう情報を持ってて、その論理でざっと先まで読むっていうのは普通でありうるでしょ、これ撮ってるの、あるいは経験でやってるとかね、これ撮ってるの、撮ってるか変なこと言ってましたよだって公式に書いたんでしょ、あ、書いた、うん、じゃあ関係ないじゃないですか。だから今思うとね、田中学園のことをそういうふうに言ってたのはあれ自分がそうだからそういうふうに言えるんだろうなっていうのは今だから思うと、そうね、お医者さんの発言に関して少しだけ補足、はい、あの肯定的な形で言ってもそれ一言ね、はい、あの確かに分からないことだらけですよ、科学の世界っていうのは、典型的にはもうご縁だと思うんだけど、言えばあれですよ、現在の宇宙論で言えばいわゆるダークマターとダークエネルギーっていうのがねえものすごい分量を占めてるわけですね。95% ぐらいかな、75% ぐらいがダークエネルギーで、残りの 20% ぐらいダークマターで、全く分かんないわよ、その分析は。で、我々が知り合ってる既存の物質ってのは大体 5% 全宇宙というふうに一応考えられてるわけね。そういった状態だから、確かにさ、科学で分かる時っていうのはほんの一部だよってことですよ。だから当然ね、今のようなことは言えるかもしれないが、ただね、あまりに強調しない方がいいんじゃない。そりゃそうですよね。だからそれはだから吉本さんはそういうことは一切言わなかったけど、娘が書いちゃった。そこでもうすでに集合術語論理が入っちゃってるじゃない。だから術語的だけで言うならば、その先が見える、それはそうだっていうしか言いようがないでしょ。だからそれだってあのちょっと補足しておけば、あの 100% って言ってんじゃなくて、本人は無意識かもしれないけどもって書いてるよね、丁寧に丁寧に。でもそれだけだと何が先かよく分かんないですね。結論先に見えるっていうのはよく聞くじゃないですか。でもサイキックっていうのはよく、それはだからあの経験があるとか知識があるから結論が先に見えるとも言えるから、サイキックって言った場合はなんかテレパシーとかそういうものがないと、サイキックっていうそのとこまではそういう表現はあまりヒントしてしか成り立たないんじゃない。だからあのこれはだからあの沢子さんの指針って、私の言葉っていうことで許されるんじゃないかね。そうね、今ねもうちょっと一言補足するね、ダークエネルギーってのはどうして存在がね確認されたかというと、一応ですよ、私の汚い知識で言うと、あの天体観測によって宇宙が膨張してるから分かる。宇宙が膨張してる膨張してるっていうことを、まあ、存在してるんだけども、現在存在するね物質ではですね、膨張してるってことを説明できない。何らかの力がね働いてる、そう想定してはいない。現在存在してるですよ、その物質の総量ではね、その重力では宇宙はですね、そのなぜ膨張してるかっていうことを説明できない。だからそういった観測結果からダークエネルギーというそういうねエネルギーの存在が一応想定されるっていうね、そこに基づいて宇宙が膨張してる、
その観測結果、最近ですよ、2000年代の後半、2007年ぐらいに分かって、そのためにそういった、ね、カテゴリーに概念を出したわけね。けどね、そういった上で一応全く分かんないんですよ、何かね。だからそういった、なんて言いますかね、推論というか、こう論理の過程はあるんだということ、ね、そういうことでしょうね。一応ね、だから何らかの形でいつか時代が経てば、説明できるっていうか、論理的に説明できる時代は必ず来るっていう、つまりそういう意味ではオカルトじゃないよっていうか、うん、ただ現在の中ではそういうふうにしかないよっていう世界がたくさんあるんじゃないかね。だから言葉変えるとね、いやだって直感だとかインスピレーションって言ったって、本当はもうわけわかんないじゃない、うん、何なのって言われたらわかんないけど、うんうん、そこだけはまあなんか流通してるから使えるみたいな感じだけど、うんうん、本質的直感なんでね、哲学になってるもんね、うん。吉本さん、生まれる前と死んだ後に伝わるものがあるかっていう、結構こだわってましたよね。本も評価するのにも、その生まれる前の、受精する前のものがみたいなまで遡るっていうんじゃないかとか、あと死んだ後伝わるものがあるかとか、そういうそのことにかなりこだわってます。それはこだわってますよね。だからそれは親鸞の要するに浄土の問題と、それこそ母系論の問題ですよね、うん、三木修行の問題とつながっている問題ですよね。で、亡くなる前にバナナさんがちょっと手を握った時に同じ光景が見えたとかいう話で、その時もなんか分かった、自分分かったんだって吉本さんがなんか、まあ無意識なんだろうけどつぶやいてたって言ってたけど、うん、そういうのはうんと強くあるんですって。今回それも書いてたのに今思い出したけども、要するに今日カレーが食べたいなって思うとカレーが出てくるとかね、そういうことはこうすごくある家族だったっていう、うん、ただ現在三食制だからカレーが食べたいなと思ってカレー用意したらばお昼にカレー食べちゃったとかね、そういう祖母があるっていうか現代は。だけどそういうことってのは日曜3時にあったらしいです。麻雀の桜井っていう人、桜井翔一さんっていう人と吉本バナナさんが死んだ後に吉本さんと会話をするっていう夢を見て、同時に同じ夢を見たとか言ってましたね。そういうことはだから、うん、吉本さんはまだ成仏しないでさまよってんじゃないかって言って、誰が言ってたんですか。バナナさんが山本さん、そこはやっぱりさまよってそうですよ。よろしいんでしょうか。ね、山本さん、どうもありがとうございます。山本さん、自分的な論理的に生活してたのは、ちょっとやだな、ちょっと今日の話、ちょっとごめんなさいよね。書いてた話の中で、ちょっともあれないですよね。それ原価がなくても理性で、原価もなくても理性で、もう止めた？そういうのが理性で。